見して。あ、いいね、いい感じ。いいでしょ。どうですか。いい感じ、ね、こんなの笑ったの初めて。泣いてばっかり、ありがとう。泣いてばっかりだからね。あ、いいね。家に、あの死んだらこれあの大きく伸ばして。いやそんなこと言わないでください。本当にもう十分大変な思いしたので、ね、ありがとう。あ、素敵。大変ね。大変だ。十分大変。本当に押し潰されそう。泣いてばっかり。初めてよく笑ったね。本当ですか。本当でも確かにすごいみんな。ありがとう。すごいみんな笑ってます ね。上手。ね。ちょっとずつでも。ちょっとずつでも。何ぼでも泣けるんだよね。うん、ついついね。でも泣けるときは泣いた方がいいですよ。うん、そういうことだと思いますよ。ね、これからねどうなるのかなと思うと ね不安だらけで、ね、写真もね良かったね。みんな長いだからな。だからさ、誰かに撮ってもらいたいね。死んだ時にさ、あのこれ引き伸ばししてほらね、家に使う。いや家に使えるのに。ね、でもいい顔してる、ね、ますね。よかった。でほらしばらく出なかったから熱が出てね、この子がね。よかちょうどよかったですね。だからやっぱねこういうあれがあるんだね。ママがこんなにやってくれたのかもね。じっち。でじっちとばっぱで育てなくないからさ。ね、大変ですよ。本当子育てはおじいちゃんおばあちゃんだけだと。ね、もう私たちね、うん、2人で少しね、うん、ゆっくりしようかなと思ってた矢先にこれでしょ、うん、だから泣けてばっかりついつい泣いてしまうんだよね、うん、押しつぶされるよ、うん、本当に大変よ、うん、みんなでも、うん、みんな一人一人戦ってるんですね、いろんな方法で。だからみんなね幸せに見える、うん、皆さん、うん、そうですか。なんで私ばりとか思うのね、まずね。でもほらこんな風にね、やってもらってね、ありがたいですよね、皆さんね。あ、今ってカメラとかもじゃあ全部流され、何もないね。そうですよね、カメラ、うん、みんな流された。なんか今あのカメラも、うん、なんかせっかくこうアルバムを渡しても、うん、なんかその後の続きを撮るカメラが皆さんお持ちじゃないので、うん、そのカメラも渡そうとしていて、うん、で今いくつかずつ集まってきてるんですけど、うん、もしよかったら次また来、うん、1ヶ月に1回は来ているので。このアルバムは40ページだから、40ページだからこれからまたいっぱいこれから撮れるのでそうだね、そうですね。好きで、私もカメラ好きでね。あ、そうなんですか。写真好きですか。引き伸ばし決まったんですよ。すごい。自分でプリントしてたりとか。自分でやってたの。昔の8ミリもあったんです。あ、すごい。全部流されてしまった。結構写真もいっぱいあったんですね。あったんですよ。アルバムね、こんなにあったの。わアルバム。すごい。10冊ぐらいあったかな。夜ね、やったの。若い頃。毎日よ、毎日自分でこの辺ちょいちゃん ねこの人終わるまでさ、私たち元気でいられるかどうか、元気でいられるか誰かに託さなきゃダメかと思ったりね。つむぎちゃんが生きているってことはお母さんからのメッセージだと思うのでね、うん、まあまあね、もう少し頑張ってくれたらいいのに。うん、はい、大丈夫。泣いてるのだって。何泣いてるのだって。大丈夫、泣いてる。ありがとう。あ、よかった。はい、ごめんね。大丈夫、キムちゃん元気になったもんね。お熱下がったし ね子供ってわかるんですよね。すごいね。あ、いいね、いい感じ。すごい、すごい、すごい。ありがとう、うん、いいね、いい感じ、素晴らしい、
パパに見せます。パパありがとう、ありがとう。もちろんもちろんありがとうね。じゃあチョコレートいっぱいにしようね、これね。そう、また今度、ね、あの、はい、なんかどういうカメラなのかわからないですけれども、はい、持ってくるので。いいんですか。もちろんもちろん。よかった、ね、1冊目のほらアルバムができたね。まだ結構いっぱいページあるので。パパ、よいしょ、ありがとうございます。頑張るからね。頑張ります、ね、頑張りすぎず。つむちゃん次来た時に、思い出作って、ありがとうございます。よかったね、じっちほらこんなにいっぱい写真。笑ってる、自分で笑ってるなんてね。そう、おじいちゃんまたカメラあのお渡ししたら、つむちゃんの写真いっぱい撮ってあげて。ね、すぐ子供って大きくなっちゃうので。ねえ、ね、あ、私これ笑える日が来ると思わないしね。ね、ありがとう。でも写真ってなんかその一瞬を切り取るので、なんか一瞬だけでも